らしいです。はい、まあ、とんでもなく騒がせるのは僕ぐらいかもしれないこんな時期が被ることあるんですね。こうやってあのバーン揉めてわーなってる時にそれとはまた全然別件でお騒がせしてますので、まあね、はい、いやーこんもうまず最初に、うん、いや本当申し訳ございません。いやもう当然ね、ちゃんとお仲直りしようちゃんとね。いやもそれ僕あの動画出してたじゃないですか。ああ、まずあのまずその竹野内の暴露するみたいな感じでバーン暴露されて、ああそれ見てこれいかん仲直りの動画ちょうど次どこ行こうかなみたいなのもあったんで、どこ行こうみたいな感じで、これ行こうみたいな、だから目立つのが嫌だから、まあそういうのもあってよーしって言ってあの動画出したじゃないですか、竹野内聞けみたいな。ですぐ飛行機取ったんですよ、もう次の日の飛行機取るみたいなって言って、その飛行機乗ってる最中にもうなんか若いチックな動画がもうそうそうそう、いやあれだから、はい、ちゃんと、はい、あれはな、はい、俺も言ってんで、俺行くよこれ、はい、社長来る言うてるし、はいはい、来てからやった方がええんちゃうのって言ったよ、はいはいはい、言ったら、はい、いやもうあのいろんなことを先に出さないと、はい、本当にいろいろ大変なんですよって言うから、あ、1日まあ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 それはまあまあ分かるでと、いや切羽詰まってましたね。いやなんで僕あのフランス乗り換えだったんですよ、ドバイに来る時、メキシコからフランスに乗り換えの時に、あれこれ解決しちゃったかなみたいな、まあ若いは若いこれもう和解されてるから俺、大丈夫かな言ってもとは思いながらと同時にあの家宅捜査のニュースもめちゃくちゃ出てて、そうそうそうこんな向かってる最中に向かってる最中の人の家宅が捜査されてそんなことあるんだと思って。